全体を通して年を取ることがまあ一応テーマになってて、僕は今22歳なんですけど、友達はみんな就職とかもするっぽくて、その中で自分は大丈夫なのかみたいな、そういうものに対するアプローチとか、これから起きる未来への不安をアートに込めて、ブレイクデイナ、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。画家竹内雄大、2000年埼玉県生まれ。美大受験を志し、美術予備校に2年半通うも受験に失敗。そんな挫折の中で彼が見つけたのは希望。テーマもコンセプトも何もない、普通に課題に答える絵をずっと描いてたんですけど、大学諦めてから自分でテーマを決めて描くようになって、年上の友達とかが年を取ることが怖いっていうのを聞いて、自分もなんかこの人の年になったらそう思っちゃうのかなって考えたり、年を取ることになんか美しさとかを見出すことももちろん大切だと思ってて、本当にまあわがままでもいいから取りたくないっていう自分もすごい僕は大切にしたいし、誰しもが経験する年を取るということ、そんな複雑な感情を表現するための色、黒の入れる位置みたいのはすごい重要視してるんですけど、なんか黒の意味合い的に結構叙情的なんですよ。自分の複雑な感情をその黒に乗せたくて、この不穏な感じとか不安な感じとか嫌な感じとか、そういうのをこの画面のどこに入れたら伝わるかなっていうのを考えて決めてますね。黒に込める若さゆえに感じる思い、その中で鑑賞者には想像する余地を残したい。だからこそ彼が捨てたもの。顔は基本的にあんま描かないかな。顔を描くとなんか僕の思いが強くなりすぎちゃうっていうか、想像させる余地じゃないけど、見た人のことを考えてるんだと思います。その自分がテーマにしてることが伝わってなくても全然別にいいし、ただなんかかっこいい絵だなって思って見てもらえれば僕はいいかな。アートを通して感情を読み取り想像してほしい。その先にある答えは鑑賞者次第。そんな竹内雄大が考える未来とは。今年の7月に個展やって、自分が思ってたよりもいろんな人が来てくれて結構認知されたのかなと思いますね。鑑賞者と結構話すようにしてて、その人なりのなんかこういう風に見えたっていうのを聞くと確かになって思うし、やっぱ絵を描くことがすごい今は好きだし、結構執着するところがあるんで、とりあえずずっと絵を描かせてほしい。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家鈴木正明のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。